突然だが霊夢、スマートウォッチ持ってるか？まだないね。ということで今回はこちら。殺し屋はスマートウォッチに逆らえない。犯罪と悪党の街、クロスリバーシティ。その街に死神と恐れられる。殺し屋 X と呼ばれる人物がいた。彼は気難しい人物であったが、密かに相棒が存在していた。それこそがスマートウォッチだった、という始まりだ。優秀な AI なの？いや普通のやつだ。そしてその機能の中で、運動機能のものを遂行するのにハマってたんだ。というよりそれしか使えなかったんだ。なんで？何が起きるのかわからないからだ。だから運動だけやってたわけだけど、ノルマをこなす前に依頼が来てしまう。だから依頼と運動を同時にこなす。そうしながら情報や怪しく的などから、新しい機能について教えてもらったり、自慢して見せびらかしたりするんだ。立ちが悪いおっさんじゃねえか。運動が完走できなさそうなら、敵を泳がすしな。最悪だ。というスマートウォッチおじさんの成長を見守る作品です。誕生日喜びおじさん。今回はここまで。簡単な感想は動画説明欄に書いとくぜ。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。